きチャンネル。ちょこんにちは。さあ、崖っぷち選手のその後ということで、はい、阪神ロッテ編です。はい、はい、ロッテは、うん、神奈川佐々木千早、うん、田村角中平沢、はい、ね、で平沢は昨年の首位打者です、うん、2軍のね、2軍の、はい、それを自信に変えて勝負できるかっていうね、うん、ところで1割7分ホームラン3本。でも序盤結構使ってもねたイメージはあるんですけどね。まああの荻野ね、はい、高部が怪我でいなかったっていうね、うん、ところもあって、はい、使われてたけども、うん、継続できないんだよ、はい、いやこれはもうロッテじゃやることないやろ、もうっていうか周りももうできることないやろ、うん、平沢に対して、うん、それだったら細川が中日に行って、うん、和田さんと出会って、はい、何か大きな転機を迎えたように、うん、っていうね方法もあるかもわかんないけども、うん、ロッテがけもう手離れてんじゃん。いやなんか去年そう思いましたけど、今年あの去年とかより全然やっぱ監督も変わったっていうのもあって出番あったじゃないですか。それ生かしてないから ね、まあ、ね試合出てるだけじゃダメだから。そうですねっていう感じです、はい、ね、続いて、はい、田村、うん、まあ、FA しないでね、はい、なんか生涯ロッテでみたいな、うん、まあ、監督が吉井さんに変わってよかったねみたいなね、うんうん、そうですね、うん、感じになるけども、うん、いやもうあれやな、シェアハウスやな、これシェアハウス、ああシェアハウスだけど、うん、はい、あのシェアハウスの、うん、あの大部屋ね、大部屋、個室じゃない、個室ないんですか、うん、まだ20代でシェアハウス行っちゃいます、もう無理やろ、伸びしろないやろ。え、でもシェアハウスには入れるんですか。使われ方はこんな感じじゃん、吉井さんが監督になって、はい、ね、ひょっとしたら今年1年間松川をほぼ2軍でやらして、うんうん、でもクライマックスとか佐々木の時とか受けてたわけじゃん、うんうん、であったらひょっとしたら来年松川の方が試合数多くなって、うんうん、もう誰かが代打出た後松川は代打で田村みたいな、はい、週に1回田村みたいな、うん、とかになる可能性も十分あるから。なるほど、もう29歳やろ、ベテラン州出てるような。俺が29歳の時に、はい、2005年だからね、うん、日本一になった時だよ、うん、はい、で田村が来年の時に俺 WBC だからね、うん、だからこの田村にはよく考えてもらいたい。田村の俺この年に阪神に日本シリーズ勝って、うん、今多分アジアチャンピオンシリーズやってる感じ、うん、サムスンとかと、うん、でそれ終わって3月に WBC 行ってるからね、うん、って言えば俺はこっからゴワー行ってるわけよ、はい、お前もう下がるぞっていう。いやちょっと本当はシェアハウスだから入る年じゃないわけですよ。じゃない、だから欧米、だから欧米、欧米シェアハウスでも個室にさ入れてもらえてない、はい、欧米、はい、もう使われ方もこんなもんやろ、大丈夫なのかな、今の現状納得してないやろなってそれだけ思う、これ、うん、本人がですか、うん、うん、試合で出ることだけで満足してないやろなっていう。あ、正直確かに出られる、逆に聞きたいね、伸びしろまだあるんっていう、はい、シェアハウス欧米、シェアハウス欧米、うん、でもね、こう上を目指して頑張ってほしいです、うん、はい、ほんと次、はい、角中、角中はもう頑張ったよ、頑張ってる、もう角中と荻野いなかったら、はい、下手したら B クラス落ちてたぜ。いや CS はこの2人のおかげで立ち抜きましたからね、今年ね、うん、2割9分6厘ね、はい、86試合出場、うん、ね、ホームラン9本、うん、64打安打39打点、はい、頑張ったよね、うん、ホームランだって9本は自己新だからね、はい、おお今まで8本しか打ったことないからね、首位打者取った時も8本しか打ってないから、うん、まあ球場が狭くなったっていうのはね、はい、あるけどこの時は広かったからね、十分だね、うん、シェアハウス、シェアハウス、いやこれ個室、個室いやもう功労者っていう感じですね、うん、おかくもっと出れんじゃんおかしい、ちょっと体力的にきついんでって言ってたから、うん、まあ36歳だからね、うん、まあこういう DH だったりとか、うん、たまに使われる方がフレッシュな体で、うん、はい、しっかり着数こせるっていうところは、うん、もう多分この今のポジションに納得してやってると思うから、はい、そういった意味では多分変わらないから、うん、角中が怪我しない限り、はい、このポジションは、うん、さつい投手、投手、神奈川、うん、6試合登板、はい、1試合先発 7.04、うん、もうこれやな、わそうですか、34歳だもん、うん、ロッテでドラフト1位じゃなかったら、うん、もう占領下になってると思うよ。あ、ですか。まあ来年本当頑張んないとクビだね、っていうぐらいの立ち位置になる、はい、うん、っていうところですよ、ゆうき、はい、神奈川君頑張んないとね、うん、で佐々木千早、はい、佐々木千早ドラ1ですね、同じく2試合登板防御率 3.00、うん、2軍では26試合登板12先発、
3.84、4勝7敗、防御率苦しいな。なかなか、しかも若いのかな、どんどん出てきてるしね、横山とかね、はい、横山とか来てるからリリーフに空きがなくなってきてるよね。そんな成績自体は良くないんだけどね、はい、チームのね。でもやっぱ若い人たちの方がチャンス多くなってくるじゃんね、まあ、全体的には角中だけが頑張ったらって感じだね。うん、こん中だけだったらね、はい、それでも2位だからね、不完全なのに2位ってすごいよね。で、高間さん、はい、山口浩輝俳句、はい、スタンドに大きな桜を30本って、ね、うん、私が読んだんですけど、ちょっと足りなかったですね、全然ね。ちょっとどころじゃない、はい、全然足りなかった、うん、半分だもん、はい、2割3分5厘、うん、もうちょっと成長してほしいよね、正直ね。物足りないよね、物足りない、はい、こっちの、願いも高いからね、うん、これじゃあちょっと物足りないね。ホームランを取るぐらいの、ね、そうだね、活躍を今年ポランコ選手がね、そうでしたから、これはまたね、ちょっともう継続継続、ね、継続的に期待していきます、頑張っていってほしいね、はい、来季頑張ってほしいです、うん、続いて阪神、はい、ね、阪神は秋山馬場、高橋遥人、うん、坂本、糸原、はい、で先生がなぜか板山っていうね、はい、先生だけが言ってる、うん、ね、岩田が今年ブレイクすると思うっていう、はい、いやー、いいと思ったよな、多分キャンプとか見て、うん、ね、そうですね、うん、2軍でも2勝3敗 4.85、うん、1軍登板はなしですね、なし、うん、ね、これはもう継続、はい、来年に向けてだ、まだ3年目なんで、そうだね、はい、うん、でピッチャー、はい、秋山、うん、いやもう苦しいよな、 7.45 いっぱいだもんね、うん、2試合登板2000発、はい、ねえ、うん、2軍でも8勝5敗、 3.9 だから2軍のローテは、ま、回ってんだろうね、はい、ずっとね、うんうん、まあもうこれやな。いやまあ阪神いい人多いからな、32歳、来年33歳、はい、まあ、年もあるしな、うん、そうですね、ちょっともうポジションなくなってくるよね、しかもルーキーたちもね、うん、はい、まだ入ってくるからね、うん、あとババ、ババ君ね、今年19試合登板、はい、先発1回、うん、ね、2勝1敗、うん、2.45、 でも2軍では 1.97 だからね、うん、28試合投げてほぼリリーフ、でも中盤からすごい良かったですよね、リリーフで、うん、そうだね、防御率も 2.45 ですからね、これやな、でもあ、でもそれでもそうですか、いるからな、他が、まあまあ、そう、人がいますからね、うん、継続して頑張っていかなきゃいけない、はい、でもまあまあまあね、うん、明るい兆しは見えてるから、いや見えてます、うん、そういった意味ではね、なっててますから、うん、うん、で続いて、はい、高橋遥人、はい、ね、出てきてほしいな、でもまず投げたっていうね、はい、うん、秋になると投げ出すっていうね、うん、どうなんだろうね、もう、はい、あのポテンシャルは最高よ、うん、うん、ほんといつも言いますよね、持ってるものはすごくいい、うん、うん、でももうこれだね、うん、モンベスとかも出てくるからね、そうですね、うん、そうなってくると、ね、ポジションなくなってくるからね、うん、ファンの人の期待値も高いけどね、はい、うん、続いて坂本、はい、お、でもここはもうゴールデングラブ取ってたよ、もう、うん、ね、うん、日本人もなったしね、うん、これはまあ、まあ、梅野がね、はい、怪我したっていうところで、うん、坂本にとったらもう超ビッグニュースだね、はい、だからそこで掴みましたし、いい活躍でしたからね、でも坂本前半良かったんだよね、うん、坂本が出てる方が勝ってるやんみたいな、ね、はい、感じで言われてて、うんうん、でまあ梅野も起用しながらっていうところで、はい、まあ、正直この梅野の怪我が坂本をハッピーさせたね、うん、だから俺はもう言ってんねん、もうあの他人の不幸は蜜の味って言っていやだって怪我したら自分は出れんだからね、まあ、ライバルですからね、坂本にとったら本当、うん、梅野の怪我は嬉しいニュースだったと思うよ、うん、で84試合出てね、はい、で最後リーグ優勝クライマックスも日本一にもなって、うん、いやそうです、梅野が経験できない小道順が経験して、うん、結果も残したら、はい、来季に向けてね、しかもいいところでまた打ってたしな、はい、打率は低いけど ね、 そ う、 ね、うん、そういった意味ではちょっと梅野にちょっとアドバンテージ作ったんちゃう、うん、来季に向けてはね、もう今阪神のキャッチャーって言ったら坂本っていうイメージがちょっとついた感じがありますよ、もうね、梅にとったらデッドボールの骨折はね、うん、不運でしかなかったけども、うん、もう人生ってそういうもんだから、はい、今度は来年梅野が崖っぷちになるかもわかんないよ ね、うん、そうですね、正直ね、でも坂本はもう坂本タワマンで、タワマン何回ぐらいにいます、48回、うわ結構高いマンションの上の方行った、下見えへんなみたいな、わあ。感じちゃう、まあ、そのぐらい掴みましたね、日本一になりましたし、うん、糸原、はい、もうこれも
まあね、ショートが、ね、木浪がもう掴んじゃったからね。いやそうなんですよね、うん、最初は小畑もね、うん、チャンスあるんかなっていうところもあったけども、うん、木浪が掴んでセカンド中野でしょ、うん、シェアハウス、シェアハウスか、うん、もうこんな感じやろ多分使われ方、うん、そうですね。だってこれ岡田監督さんがこのままになって木浪もああなったら、うん、この使われ方はこっから悪くなることないと思うんです。はい、左の代打の一番手っていうところにもなるかもわかんないし、はい、だから下手したらもう神様襲名みたいな感じになる可能性もあるよな。八木さん、檜、うん、山さん、うん、関本、糸原になるかも、はい、でもなんか必要なポジションではあるわけですよね、うん、でももう、うん、上を狙っていくポジションじゃないかもわかんない。うん、だからこっからスタメンを掴んでとかではないけど、うん、シェアハウス、シェアハウス2階2人部屋、はい、2人部屋、まあでもそっか30、来年2か、うんうん、だから神様慶運なのかもわかんないね、うん、そうですね、正直ね、まあ、ちょっと北見選手がバチッといっちゃいましたからね、うん、まあ、役割ポジション難しかったかもわかんないけど、優勝に向けてはね、はい、いい働き、だってあの、はい、日本シリーズ5戦目ね、あの糸原がヒットがなかったら、うん、多分阪神日本一になってない可能性十分あったからね、はい、そういった意味ではね、糸原の活躍大きかったなと、うん、先生、板山はどうした、なんでちょっと歯車が悪い、そう暑いですから、うん、最初良かったんですよね、開幕に、うん、思ったんですよ、うん、いや先生がその、ね、こう去り際にこう板山選手が自分はちょっと間がキープしたと思うみたいなことをね、でもね、言って、彼は絶対練習熱心なんで、うん、やっぱりこういう真面目な選手欲しい球団あると思うんですよ、うん、来期期待です、はい、来期期待、来期こっからグッとくる可能性は、戦力外になられたなんですけど、ね、多分どっか絶対取ってくると信じてるんですけど、うん、はい、もう一回どっかでチャンス掴むと思ってます、うん、じゃあ継続、継続です、注目、袴田さんのネクストブレイク選手、はい、ピリシキ、ピリシキよかったよな、いいんじゃないですか、ね、よっしゃ頑張ったよね、リリーフでね、はい、左っていうところでは、うん、最初はやっぱ先発で回ってほしいなっていう希望で言ったんですけど、うん、いやもうでもリリーフでハマりましたからね、島本はワンポイントだけど桐敷、うん、は1イニングみたいなね、はい、感じに、うん、だって島本も桐敷も1点台だからね、防御率、はい、1.79 です、うん、2勝0敗27試合登板ね、うん、はい、素晴らしかったよね、うん、西純也が俺らの予想に反してあんまり頑張ってくれなかったね、はい、いや去年から今年は西投手は2桁って言ってたんですけど、ね、ちょっとね序盤からなかなか勝てなくて、うん、3.86、はい、ローテーション入ってくるかと思ったけどね、いやそうなんですよね、5勝2敗、うん、まあ、それでもまあ貯金は3つあるんですけど、そうだね、うん、うん、という感じかな。でも来年も西投手私は期待しております。でもさ野手で言うとさ、この中に選ばれる人が活躍してる頻度が高ければ高いほどやっぱ順位が上に上がるね。そうですね、うん、それはありますね、正直ね、うん、うん、まあ、引き続きの選手もねまた頑張って自分たちのポジションね、はい、掴んでいってもらいたいですね。はい、来年どうなるか分かんないですから、ね、だからこのね全部の中で、はい、全12球団の中で、うん、崖っぷちで選んだ選手の中で、崖っぷちで選んだ中で一番の大出世は、うん、ピッチャーだったら田中正義、田中正義ちゃん、ジャスティス、うん、総合的な面考えたらね、ピッチャーだったらやっぱジャンプアップ的にはやっぱ田中正義だよね、はい、中川とか頑張ってるけど、まあ元々のあれがあるからね、そうですね、うん、田中正義やな、はい、ピッチャーはね、はい、一番の出世はね、うん、野手は坂本かな、あ、そうじゃないですか、ね、うん、野手は坂本だよね、日本一になってますから、うん、これが崖っぷちの中からは一番のジャンプアップ選手だったんじゃないかなっていうね、はい、うんうん、ところでまた来年も、はい、コロナ禍の選手がまた頑張ってくれればいいしね、はい、また新たな崖っぷち選手を紹介していきたいと思います、はい、ということで全6話終了です。